モカ太郎の動画。はい、こんにちは、モカ太郎です。今回はですね、ちょっと難しいことするよ、難しいこと。初めてなの。見てわかる人いらっしゃいますか？多分私の動画を見てらっしゃる方は年齢層が高い方なので、これを見てすぐに あれだっていう風に気づかれる方はとても多いと思います。これはね、仏前腕って呼ばれる食器たちみたいだよ。で、この仏前腕って一体何っていう話になるんだけど、私事ではありますが、親方がね、最近亡くなりましたので、亡くなった仏様にどうぞっつってこうお供えする精進料理を今からここに作っていきます。ほんの少量ね、少量ちょこ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 って、なんかね、香りを楽しむみたいなんだよね。実際に仏様が ありがとうございますってこれ食べるわけじゃなくて、ちょっとお気持ちをちょこっと作ってあげて、その香りをね、仏様にこう香りを、なんだろうね、香りを召し上がるっていう感じなのかな。お線香もそうだよね。お線香、こう香りがいろいろあるものが多いと思うんだけど、香りをこう召し上がるっていう解釈でいいのかな。そういう感じで今回精進料理を仏前腕でお作りしたいと思います。それではやっていきましょう。モカ太郎の動画。精進料理って結構難しいんだよね。親方が好きだったのはね、結構お肉系でローストビーフとか好きだったから、もう こんぐらいローストビーフでも作ってあげようかなって思ってたんだけど、一応精進料理ですよっていう、そういうルールがあるみたい。でも基本的に本人が好きだったものをちょちょちょいってこうお供えしてあげれば本人が一番喜ぶんじゃないかな。やっぱ気持ちだからね、そういうのは結局気持ちだから。でも今回はちゃんと形に従って精進料理を作っていきたいと思います。でね、種類が決まってるのよ。まずご飯でしょ。で、あとお味噌汁、汁物ね。で、あとは煮物、和え物とか。あとはナマス。ナマスってなんかよくわかんないんだけど、煮物だよね。お豆腐とかでもいいみたい。で、最後に漬物。この5つの種類を作って差し上げたいと思います。これ大変だね。どうしっかな。じゃあね、ご飯はもう炊けてるから、汁物を作っちゃうか。でね、親方あんまりお味噌汁好きじゃなかったんだよね。あんま飲まないんだよね。まあ、作っていきましょう。はい、じゃあ、火つけていきまーす。いつもはね、簡単に、どこの家にもある、本出汁を入れて、お味噌入れてっていう感じの味付けなんだけど、ちょっと気合い入れようか。じゃあ、昆布から出汁取っちゃおうか。はい、じゃあ、ぐつぐつ沸騰してきたお湯に、火を止めて、昆布、ドボン。で、これでお湯冷めるまでずっとこのままで出汁取っておきます。で、昆布の出汁が取れた後は、はい、鰹節の出汁も取っていきます。本当はね、粗削りがいいんだけど、たまたまこれあったからこれで出汁取っちゃおうかな。はい、で、こんな感じで昆布の出汁が取れたところで火をつけます。ここで鰹節投入していきます。で、沸騰してるお湯にバーッと鰹節入れて、すぐに弱火、ふとふと沸騰させます。でね、なんで鰹節入れてすぐに弱火にしたかっていうと、沸騰したお湯に鰹節入れると臭み出ちゃうんで、だから弱火でふとふと。じゃあ、この間にお味噌汁の具を切っていきましょう。あ、ちょうどいいのあるわ。農家の友達がくれたでーかい白菜、これいいね。あ、上等、これでいいよ。よし、じゃあ食べやすい大きさに切っていきます。一応ね、親方にはね、入れ歯も入れといたから噛めるんだよね。噛めるから、ぶつ切りでもいいんだけど、とりあえず食べやすい感じに切っといてあげよう。向こうでね、食べるときに入れ歯つけるかどうかわかんないから。なんか入れ歯つけると味わかりにくいからってつけない人結構多いみたいね。人参あったから、これ使ってあげよう。これも食べやすい大きさにしてあげよう。はい、こんな感じかな。で、隣で、ふとふとしてます。いい感じに出汁出てるね。そしたらね、こういうザルボールにピッチペッパーヒュン、こんな感じにして、で、この昆布ね、刻んで入れちゃっても美味しいと思うんだよね。出汁汁を取ることができました。これをね、また鍋に戻していきます。ちゃーっと火をつけます。で、人参入れちゃいます。ドボン。で、白菜の芯の部分入れちゃいます。ドボン。はい、こんな感じかな。で、火が通るまで待ちます。で、その間に漬物はね、実は
あの前の動画でキーくん家でね畑を作ったと思うんだけど、そこの野菜ができてね、もうたくさんたくさんいただいちゃってるわけ。それをね実は漬け込んであります。でこれね、あのシソの実、プチプチして美味しいんだけど、シソの実と一緒にあのお漬物にしたから、これちょうどいいから使っていこう。うん、ちょうどいいちょうどいい。あー、うまっ。漬物を乗せる器はここが高い器みたいで、なんか器によって盛り付けるものが決まってんだよね。難しいねこれね。はい、こんな感じで、これ紫キャベツでしょ、でこれ大根、これでいいね。置く場所も決まってんだ。いやこれ大変だね。じゃあ5つ中のうち、ご飯、漬物、お味噌汁 OK でしょ。煮物、あ、そういえば友達からじゃがいももらったんだよ。あ、じゃがいも全部使ったわ。あ、これある。これね、あのお友達からもらったさつまいもの半分これちょうどいいね。これ使おう。これはね、親方の親友からもらったやつ。喜ぶね。さつまいもどうすかな。じゃあもうちょっとで賞味期限が切れるお稲荷さんから。これ油揚げ使えるな。よし、じゃあこれらを使ってやるか。器に水入れて、さつまいもアクが出るから水に浸しとこう。あー、こぼれる。こんな感じ。これちょっと置いとこう。でその間に油揚げ切っちゃおう。はい、こんな感じ。これも置いとこう。こんにゃくはこれ一つ使わないから、こんなもんでいいかな。ちょこっと使おう。はい、こんにゃくも食べやすいサイズに。これ後であの沸騰したお湯を上からジャーってかけて水切りします。お味噌汁、いい感じに人参火通ってきたので、白菜の葉っぱの部分投入します。そしたら白菜に火が通る間にもう一つ煮物作っていっちゃおう。お水ちょっと入れの。じゃあ沸騰させていくね。さっき出汁取った昆布再利用していこう。細かく刻めばコリコリして美味しいと思うんだよね。じゃあ昆布投入していきます。よいしょ。じゃあね、お味噌汁の火止めます。お味噌うちこれ使ってんだよね。まあ基本何でもいいんだけどね。じゃあお味噌溶かしていきます。結構出汁出てると思うからお味噌少しでいいんだけど。はい、こんな感じでお味噌汁がとりあえずできました。味見してみよう。あー、香りめっちゃいい。うめえうまっ。いや、この出汁うまっ。で、次煮物どうしよう。かつお節入れてあげようかな。入れようか。はい、じゃあさっきと同じ要領でかつお節、沸騰したお湯の中に入れます。ドーン。で、すぐ弱火。お漬物、お味噌汁、ご飯、煮物、あと一個、ナマス。あ、ナマスってあれか、あの人参と大根のお酢が効いてるやつか。それ作ればいいんだね。オッケー。お湯が沸いた。じゃあこんにゃくに熱湯かけていきます。さあ、とはお皿に置いときます。はい、プルン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 。はい、じゃあナマス作っていきます。キーくんちで採れた大根使っていきます。そんなに使わないと思うんだよなこれ。はい、ナマスの具材切り終わりました。そしたらね、煮物の出汁が出始まったのでこれこしていきます。あたたたた、戻し移し移し戻し。はい、さつまいも投入、こんにゃく投入、油揚げ投入。そしたらナマスの人参と大根をボウルにバッサー入れて、そしたらお塩を振りかけます。で、和えていきます。野菜の水分を出すんだってさ。塩もみだね。そしたらこの中に砂糖を適量。だいたい、あ、私スプーンとか使わないんだよね。目分量なんだよね、いつも。まあスプーン一杯で様子見よう。うわー、お酢も適量。うわー、あんまり入れると酸っぱくなっちゃうから。あー、混ぜていきます。
味見しながらやっていこう。砂糖少ないかもね、もしかしたら。でちょっと味見します。わあ、完全に、ああ完全にお酢のパンチで失神しそうになったね。砂糖ちょっと追加します。よし、さあどうだろう。おー、きたきたきた。うん、この味だ。美味しいじゃん。で最後に白ごま、いりごまだね。いりごまちょっと振りかけてあげよう。でごま入れるときに、私いつもやるんだけど、こうやって取ってパラパラじゃなくて、パラパラするときにある程度潰すんだよね。ひねり潰しながらパラパラってすると香りが広がるの。ちょ見てて、ここで一回ひねり潰すの。あーっつってはい、じゃあナマスの完成でございます。うん、おいしいおいしい。あと煮物味付ければ完成だね。でここで料理酒、料理酒、これいつも使ってる料理酒なんだけど、ちょっといいの使うか。はい、じゃあこちらの純米大吟醸、今回特別に使っちゃおう。いやーいいね、これいいよ。うわー、はい見て、蚊が飛び、かっこいいでございますよ。瓶がブルーでございます。これまだ開けてないからね。ごめん、ちょっと味見させて。あー、これはねフルーティーです。あ、軽い。これなにこれ、あ、うまいわ。うわー、いいな。いや、これはうまいな。ちょっと生酢食べようか。あー、いい感じ、いい感じ。さつまいもがホクホクしてるね。薄口醤油がいいんだけど、丸大豆醤油、ちょこっと、ちょこっと入れます。シュンシュン、こんぐらいかな。あー、香りがいい。ちょっと味見します。うん、ベリーグッド。これはうまい。よし、できたぞ。いいんじゃないの。ということで盛り付けていきます。こういうことだね。はあ、はあははあ、はい、できました。こんな感じ。大丈夫かな。ナマズでしょ、煮物でしょ、お漬物に、お汁に、ご飯。いやー、初めて一式作った。こういう感じなんだ。でこれちょっと置いていきます。はい、ということで今回は初めて、あの仏前碗っていう、仏様にあげる5種類の料理を作ってみたという動画でございました。子供が遊ぶままごとセットみたいな、小さい小さい容器にああいう風に盛り付けるんだね。そして香りを召し上がるそうです。はあ、勉強になります。それでは。